はい、皆さんこんにちは。トレちゃんことトレンディエスチャンネル西崎です。そして今回も引き続き松井和夫選手、選手ね、監督だね、来ていただきました。今回はゴルフ対決まあ腕前的にいけばですね、まあ、余裕かなっていう気がするんだけど、本当わかんないのよ。急に爆発するから。で、飛ぶのはすごい、やっぱり飛びます。そこら辺の飛びを今日見てもらえればなと。いや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 、最近もう振らないですよ。なんでよ、振ってよ。振ったらもうとことん右やばいっすよ。あ、右隣のゴーザーセーフ、隣ダイビ、うん、左だけダメだから。もう普段ね、こんなゴルフシーンってあんまりないと思うから楽しみですよ。いやもうね、うまくないんですけどね、ゴルフ大好きなんですよいやそこが一番よ、はい、大好きっていうのはやっぱり一番。最近アベレージどうなの？球団、僕、まあ、5回ぐらいしてるんですけど、101、107、116、92、102です90代1回かでも極端やな、92、116ってやばいっす。その3回ぐらいからずっと上だったんですよ。マジ？西さんと、対決するのがもう間違ってるよね俺いやいや、あの対決、一応ね、対決っていう形だけど、いやいや、で俺もどうなるかわからない。俺も結構負けてるし、まあでも今日は楽しいゴルフを、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、トレちゃん。ここはですね、ベルセルバゴルフクラブ市原コース、桜コースを利用させていただいております。1番ホール510ヤードパー5。これは多分2オンは結構厳しいと思うんでね、なんとか、でもロングなんでバーディーが取れればというホールです。今回もですね、イーグル賞焼肉関西より、そしてホールインワンエアトリさんより、協賛していただいておりますので狙ってください。ホールインワン、いやホールインワン、いやいや、イーグル、イーグルとかやってみたいな。いやいや、でも飛ぶから数あるから、はい、ということで、スタートしていきます。うわ、まだ一緒のところ真っ直ぐやな。おお、真っ直ぐ、ちょい左サイド、バンカー手前ぐらいか、はい、バンカー入ったかな。左だ、これフィール、オッケー、もう当たんないのよ、これも当たんないけど、うわー、ナイスショー。あー、ちょい左か、あー、崖落ちちゃうかな、あれ。あ、左崖なんすか。うん、ちょっとへこんであるのよ。抜けろ、抜けました。ナイスショットです。ご飯の一緒です。ナイスショットです。行く、横、上手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 、右だ。まあまあまあ、乗りはまずね。ナイスショットです。ナイスショットです。カズ、得意なクラブ何？ないっすよ。ないないですよ苦手なクラブは僕5番とか、あ、ロングアイアン、ね、ロングアイアンが苦手ですね。いや、それはね、誰もそう、俺も嫌い。じゃあアプローチは大丈夫？いやアプローチはあんまり好きじゃない。あんまり好き、もうなんか、いやでもアプローチだよ、俺。いや、見せ場ですね。あー、どうです54 K でいきます。 K K、 これ K なんです。58が M なんです。KM、カズオ松井。さすが。いいね、わかりやすいね。K お願いしますっていうね。はい、うん、下り下り。まあ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 。いや、でもダフルアークで綺麗に打ってるもん。いかない。微妙な距離残した。結構えらい曲がった。ミスさんのえらい曲がったように見えたな弱いわ、弱いわ、これ弱いな。 OK カズ、 OK。 うわー、あ、え、舐めました。おお
ナイスラス。うわー、何してんねん、ドローやんけ。やっぱりゲストを おもてなししちゃいました、はい、なんとスタートホール私の3パットでボギーでイーブンになってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、勝てるとこ取っとかないと後々響いてくんだよね、これ、こういうなんて。いやいやいや。いや、もうこれで気持ちを切り替えて。よし、2番ホール、374ヤード、パー4です。これちょっと若干打ち下ろしなんでね。はい。今日ワンオンできんじゃない？できないです、できないです。もうとんでもないです。とんでもない。もう2打目を打てるところにあったりするか。もう十分です。オッケー。じゃあ行ってもらいましょう。うわ、びっくりしちゃって眼鏡こぼっちゃったよ。ナイスショー、ありがとうございます。ナイスショーです。上出来上出来。いかんな、あんなショット見せられたらちょっと力入ったわ。はい、これ入りますね。あー、ナイスショー。ナイスショーです。オッケー、ナイスショットです。カズに負けてねえだろう。いいショットですね。ナイスです。あー、力入ったか。じゃあ力じゃないな、今やっぱりちょっと左足下がり分かな。松井和夫監督のナイスショットがここでした。はい、カズです。本当ナイスショット。何が言いたいねって。うわ、ナイスです。ナイスです。よし、プレッシャーかけた。あ、左行った、でかい。うわー、でかいな。カメちゃん。何やねん。何やねん。何やねん、これ。大丈夫。まだそれチップインしたらまだ分かんない。次5打目です。5打目。ああ、よし、落としどころあそこやで。逆に難しいそっちの方が。すごい。俺のボール取って。すいません。大丈夫、これそれはあのマラソン全然大丈夫だから。こっちいいとこに行ったな。あれ俺のなかったらめちゃくちゃ行ってたね。やばい。トップです、トップです。やばい。あのマーク見てあれ。タイトルスなんで。どうですかね。メルセデスです。メルセデス。俺がカズにプレゼントしたやつ。これ日産にいただいたやつ。なんかすごいあれでね、いろんなとこ重宝してるし。あのマークで。キャディさんもね、あ、かっこよくない、これかっこいい。ナイス。長パス。フォーパットしても8か。熱ぶってても入るじゃないですか。ちょろちょろでもさっきこれ外したからね俺。よかったな。ケースです。お疲れ様です。お疲れ様です。あかん、バーディー取れへんやんけ。さあ、2番ホール、なんと私パーですけども、松井和夫監督がやってくれました。トリザックザックトップね、こんなことあったらやっぱりこうなっちゃうね。ということで私のワンアップです。カメちゃん、はい、3番ホールショートホールになります。距離が150ヤードぐらいですね。はい、のちょっと谷池越えのショートです。先ほど私勝ちましたので私はオーナーでいきます。左、こっちで、右で、
よし、とりあえず乗ったぞ。ゴルファーで見んのよ、ショートティーアップしないこの間に変えてからティーアップしたら全部シャンク出たんですよ。シャンク、シャンクです、でティーアップしなかったら大丈夫。うわ、ダフル、もうダフルはありますけど、いや、なんかティー打てなくなったんですよ、ショート、マジで全部シャンク出たんですよ。そのクラブ合ってないんじゃないか。だからもうシャンク行くんだったらダフった方がいいと思って。でもこうダフったら行けやで。はい、行けワンペナですよね。うん、ワンペナ、ワンペナ OK、 ワンペナ OK。 7番、あ、左や、大丈夫か。あ、大丈夫、それは大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。うわー、難しいな、これ。悪くはないけど、いや、強かったか、ちょっと強かったか。逆目なんで、これ、絶対にやります。そうだね、感覚見せろ。ナイス感覚来い。天性のものあるよ、天性のものが。お、いいんじゃないこれ。お、来たか。うわ、惜しい。ナイス。打てねえか。うわ、打ってねえな。あ、これは入れときたいパットやね。この距離入れときたいですね。うん、曲がるんだよ。え、ストレッシュだ。け、ナイスです。お疲れ様です。ナイスパー、ナイスパーです。お疲れ様です。はい、3ホール終わりました。3ホール終わって私のツーアップ、いやね、パターが今日合ってないね。いやね、アプローチもちょっとあれだけど、結構数を荒れてます。